あ、それで思い出した。なんか最近ね、結構ノエルと連絡を取ってるんだけど、ノエルが久々にスプラトゥーンがしたいって言ってて、なんかやるんだったら一緒にやりたいって言ってたんだね。マイフレ復活、別にさ、終わってないよ普通に。てかなんかカップリングみたいな感じでなんか夫婦って言われるのはちょっときついというか重いかなってなってる。仲良しではあるから、なんかノエルもノエルでやっぱ好きなさ、ホルメンっていうか応援したいホルメンもいるし、そう、私もノエルもお互い、うち大好きやけど、みたいな。なんか、双方がさ、コラボしづらくなっちゃうから、誰かとさ、なんかカップリングみたいにされると、なんか、他の子とコラボしてるよ、みたいなさ、何々ちゃんとコラボしてるよ、とか、なんか浮気だよね、みたいなさ、やられたらさ、ちょっときやりづらいんよ、やっぱり。そう、だから、配信で、まあ、なんかあんまりやってなかったけど、別になんか仲が悪くなったとかでもないし、なんかやりたいゲームがあれば全然普通にやってるわけよ。そう、なんかお互い誘いたいゲームとかがあったら一緒に遊ぼうとか、なんか雑談で何にもない時に LINE したりとか、めちゃめちゃ LINE してる。最近結構何でもノエルに LINE してるから。ご飯行ったりとかね。仲いいんだよ、ちゃんと。だからなんかノエフレ好きって言ってくれるのも嬉しいよ。私もノエル好きだしね。誰とでもみんな楽しんでくれると、あ、こっちの方嬉しいなって思っている。なんか他の子とコラボしててもそんなに気にしないでほしいわけよ。だからなんかさ、ノエルの脳が壊れたとか言って、なんか壊れた、必ず壊れなきゃいけないみたいな感じになっちゃうじゃん。しんどいやん。そういうのが私はなんか心配になっちゃうわけよ。そう、本人がさ、どう思ってるかは知らんけど、気にしちゃうわけ。しんどいかもしれんなーとか、なんか嫌かもしれないなーみたいなのがすごいちらついちゃって。猫と一緒だね。私が人ん家の猫をなでくり回したいけど、猫ちゃん嫌かもしれんなーと一緒。何々ちゃんは本当は嫌かもしれんとか、付き合ってくれてるけど本当は嫌かもしれんみたいな、基本的に誰に対してもそう思っている。本当は嫌かもしれないなみたいな、そう思ってないなってなんか絶対わかるようなことってないじゃん。そうだから結構ね、基本的に気を使って生きている。そうで、私はめちゃめちゃ気遣して生きている。これは大丈夫？あれは大丈夫？とかってめっちゃ聞いたりとかしてる。そんな一日聞かんでも全然気にしてないわみたいなのとかめっちゃ多いからね。けど私が気にしておくのとさ、相手が気にしないのは全く別の話やからね。私があれ気にしてたらごめんねとか言ってもさ、何の話？みたいなことも全然あるし。ね、私のことを好きって言ってる人のことはやっぱり好きになりたいし、好きだし、なんか知りたいなって思ってね、結構聞いちゃったりとかしたりする。